だってきたの。君は静かに音も立てずに大人になった。白い花が光に触れまぶしい。髪の色は青い空に吹き立って燃える夏の太陽はそこまで来ている。君の季節が変わるみたいに大人になか。愛を使うことを知り、知らず知らず恋と遊ぶ人になる。春の短さを知らない。君の笑顔は悲しいくらい大人になどうも。なんかね、女性が来ると思ってなかったですね。よかった。これ、ね、昨日帽子買ったばっかりなんですよ。2人やねって言うんですよ。2人でね、いつも通りやねとか思ったら女性が来たんで、なんかドキドキさせてね。最後ハーモニカ線でいいのにね。ちょっとね、田中さんや。全然わからんやつ。そうそう、いいとこ見せようと思ってね。なんで世界の健太郎、あのハーモニカの田中さんやん。田中さんや。山田さんが出れなくなってさ。山勝さん、そう、山勝さんが、そう、急になんか会社畳んだみたいで。そうそうそう、山勝さんどうしたの。会社を畳んだんだって、月末で。なんかね、そうですね。いきなりだから。スタロマさん、スタロマさんやね。そうそうそう。スタロマさんの前で歌うっちゃ、本当もう光栄ですよ。あー、たまらないやん。誰かと思ったわ。本当にびっくりした。本当やね。いける？そんな今日無理言って来てもらった。あ、そうですか。そうもう二組になっとったけどさ、うどんさんも最終術で。うどんさんも最終術で。目の。ああ、そうそれで出られることになって、で、まあ、3組でもいいなと思えた直前に山勝さんがちょっと諸事情で大体いつも3組だ。いや、大体3か4か。今度2曲目です。はい、すみません、邪魔してすみません。そうなんですよ、私の大好きな娘がね、もう3人の子持ちになったんですが、
そこのアルカディアというところで結婚式挙げてね、うん、その時に私がギターちゃんと弾いてね、歌ったんですよ。その歌をあの福山雅治の家族になろうよ、うんうん、はいはい、はちょっと練習でできなかったんで、できなかったかい、うん、できなかった昔の歌ですね、これね。絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき時には喜び、肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらい経ったのだろう、沈む夕日をいくつ数えたろう、ふるさとの思いは今でも君の心の中にいますか。乾杯、今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、あるさ長い道のりを歩き、初めた君に幸せあれ、男性でしょ。笑いそうになった。
ってね、笑いをこらえましたね。若い頃よくありました。ね、なんかね、でもこう若い女性がね、こう近くにいて、その人をこう見ながら、こうで選ばに歌ってるとね、歌詞間違えたりとかね、あの変なこと考えるんですね、あれね。あの邪念というか、なんかね。わあ、綺麗な人が今日おるなとね、彼氏おるんかなとか思いながら歌うとも、そこで間違えてしまうね。うん、今から間違えるよ。そうなんですよ。やっぱね、女性がおるとね、今度この前ほらビレッジで見たじゃないですか、あの凄さを。そうですね。ね、すごかったね。いやいやいや。7年前のね、あの小娘の時は見たことあるね。その時はどうも思わなかった。ね、本当にどうもなかった。どうもなかった。いやいや、この子は元気やな。でも。結婚しとるって言ったときに人妻に興味ないやねんね。今やったらもう誰でも興味あるんですよ、うん、今やったらもう誰でもね、もうストライクゾーンが広がってますから、ね、誰でもいいんだ。そう、誰でもいい。誰でも、誰でもよくないですよ、やっぱり綺麗な。そう、いやでもね、あのちささん最近見るとなんかすごいやっぱきなんかお綺麗になりましたね、なんかね。ちいちゃんは、うん、ほんであの藤島さんは、ね、私はなんかね色気が出た、なんか色気があると思いません？あの言葉の喋りの端々に、ね、なんかね、なんかようわからんけど、かつお節みたいになりましたけどね。じゃあ、そんなことで私はあのチタロマにね、あの恋を抱きました。じゃあそういうことで、フォーリンラブ、フォーリンラブとは違うか、小さな愛という歌、知らないでしょ？オリジナルですか？いや、あのね、そう。今日オリジナル歌わない。うん、オリジナル聴きたかったな。明日も歌わない。明後日。でもね、今ここまでね、降りてきてるんですよ。だけどそれをこう組み合わせればできるかなと思うけど。そうそう。ライブを聴きながら頬張るボタムチ。ボタムチじゃなかったか。ボタムチ。大福に。じゃあ次の歌、小さな愛とあの言う歌で。誰やったか。すいません、さっき名前も。歌ってる人忘れた。長井龍雲さん。長井龍さん知ってます？知らない。福岡の人ですよ。この近くの人、出身はね。うん。大ちゃん。そうよ。マキさん。大変だ。今日誰も来なかったね。ねえ。ご飯食べちゃダメですよ。これな。これな。言われダメですよ。もう焦りなんだから。ゆっくり食べたくせ。ゆっくり食べたくせ。言葉だけ
く絆なんてありはしないけど、お互いに信じ合って行こうと言ったじゃないか、頼みとして、君を帰っておいで、今すぐに、もう一度僕と二人で幸せ築こうよ、もう一度僕と二人で好きづこうよ。はい、ありがとうございます。なんかね、今日思ったんやけど、こうやって歌ったらなんか恥ずかしくなりません。66歳の じいさんじゃない、おじさんがね、こんな歌って大丈夫かなって、ね、でも開き直ってね、こっちちらっと見るんですよ。ずっと見たら恥ずかしいから、おじさん、あのね、藤島さんの声にしてるじゃないか、一緒にこう一緒のね、ノリになりたくて、私もちょっとだけこうやる。恥ずかしいですね。間違えるよ、また。え、うん、また間違えるよ。いや、でも女性っていうのはやっぱり、あの年を取るというか、いい年の取り方をしてますよね、二人ともね。いい年の取り方、うん、そう、7年前よりずいぶんね、うん、7年前にこだわってね、そう、2017年5月、まだね、小娘やったね。今もね、なんか色気のあるね。多分合ってない、うん、昔合ってない、昔合ってない、そうそう。でもあのヤバ系であった、それはあれは去年ぐらいね、あの時まだ私は PA やってましたからね。ああ、そうなの。そう、あの時ね、 PA で来ましたよ、ボランティアの PA で。ボランティア、そうそうそう、あの女子だけの、あのライブということで、そのお題を聞いて、じゃあ私 PA やりみたいな、ね、そういう感じなんですよ。あの下心はないですよ、下心はないけど、まあ、女性だけのねライブってのはすごいいいなと思って。で、ちささんは、来たこと、聞いたことなかったけど、宝川さんがいいな、いいな言うんですよ。宝川さんはめったに、ね、いいな、いいな言わないんですよ。そうなんですか、うん、それがいいな、いいな言うんでね、ちょっと一度見てみたいなと思って。娘さんも来られててね、あの時。すごいいいライブでした。ありがとうございます。ちょうどあの時、力を持った時。そうそう、じゃあ、あと2曲。ね、ごめんね、こっちの部屋も今日死んでたから、うん、そう、なんかにこうやって 女性が来るとやっぱ緊張しますね、うん、ちょっとあのセットリスト変えようかなとか思う、18日に思うけど、もう変えられないね。ちょっと、じゃあ次の歌はですね、最後から2曲目、夢一人歌、これね、ね、わいいなと思ったら、これなんかちょっとやばい歌だよね、やばい歌じゃないけどね、なんかなんとなく富澤、富澤じゃないの、そう、夢一人歌、ね、誰だ、あれ梅沢富美男、それは夢芝居、夢芝居違う、こうです、こうです、こうです、ごめんなさい、ごめんなさい、あるすみません。天然は昔からですね。素肌に片袖を通しただけで、色とりどりの脱ぎ散らかした床に広がる絹の海、着てゆく服がまだ決まらない、苛立たしさに唇くんで、私ほんのり涙ぐむ、あなたに会
う日の33年を、ね、たぶらかさないでください。やっぱこう、ね、若い女性を見ながら歌うって難しいですよね。ね、全然若くない。もうやめてください。つらい。村人さんたちも慣れてるからそんなことないでしょ。本当？本当？じゃあ、最後の曲になります。すいません。でも、もうあと1分しかないんで、じゃあ1分しか歌いません。そんなことないね。いいですかね。最後の曲、昨日もちょっとやったんですけど、ダウンタウンブギウギバンドの、ダウンタウン、うん、すごい、いや、吉本かな。誰だ。宇崎竜さん。それのね、身も心もという、結構初めの方の曲ですね。それしか知らない、うん、それを YouTube で世良政則さんが、うん、あのよっちゃんと一緒に、ね、やってるのにかっこいいなと思ってね、それのカバーです。よっちゃんち、よっちゃんって誰やったっけ。よくらよしと、あ、たぬきんトリオか。たぬきんトリオ、うん、え、フィンガーファイブ。じゃあいきます。たぬきんトリオ、田原俊彦、はい、野村芳雄、はい、ラストです近藤正彦、ね、はい、説明ありがとうございます。あの筋トレですね。
覚え愛しいきり激しく体起こして時計を見れば夜はまだまだその日を変えずに月の明かりが手元照らしている言葉は虚しいけどぬくもりなら信じよう涙は裏切るけど優しさなら分かち合える。心も身も心も一つに溶けて今俺の腕の中で眠る人よ。
申します。よろしくお願いします。あれ出てます？出てます？何かかったエレベーター慌てて今滑り込んだ聞いた偶然は喜んだ分震いてほしいわきっと笑ってる何気なく届いたメール特別なピンで胸に止める思い込みだらけの僕笑い絵文字の若さがちょっと痛いよどうかしてるよねこんな近くで見ているから寂しい男のふりをして見たくもなるしあなが君を守りたい言葉に出せないこの想い過ぎてしまえ夢の中で思い切り叫んで君を守りたい叶わない気持ちを見込んで今日もまた回ってゆくいつもと変わらないこの時間思いにふけてコーヒーパソコン横でぬくもり伝えるか細い指で静やかにまた今そっと折り固まれてしまいそうどうかしてるよね感じてる愛が君を守りたい切なく届かぬ肩の森体が愛する心の壁に焦りを感じていた君を守りたい伝えたい気持ちを見込んで今日もまた回ってゆくもっと変わらないこの時間あや君を守りたい言葉に出せないこの想い少し前夢の中で思い切り叫んでみた君を守りたい叶わない気持ちを見込んで今日もまた回ってゆくいつもと変わらないこの時間憧れの響きですね。改めましてこんにちは、こんばんはですね、ひろと申します。よろしくお願いします。今日急遽という言葉あんまり使いたくないんですけど、河原氏から3日前にですね LINE が入りまして、このケーズスペースっていうところでライブするんだけど、なんか演者が足りなくなったから来いと来いと、選択肢は脳がないんですね、来いということで、はい、わかりましたと。大先輩なんで、やっぱ久しぶり村人の皆さんとも、ね、一緒できると思ってですね、来たんですけれども、まあ安請けしちゃったのはいいんですけれども、僕がライブやったのって去年の12月に小倉の境町でライブやってて、ちょうど60になりましてね、まあいわゆる世間でいう定年っていう、まあ、定年退職とか定年とかいうそのこの節目にありまして、まあせっかくなんでもう福岡を起点に活動してたやつを全部引き払って小倉に帰ってこようと思って、6月の末で全部引き払って小倉に帰ってきたんですね。でその準備をするために
年明けからずっとライブしてなかったんですよ。歌も歌ってないし、そのギターも握ってないという状態で、3日後ケーズスペース19時スタートで、チャーハン頼んだが18時45分こらいかんぞと、いきなりなんかすごい大きな山が立て続きに来て、乗り越えるかなと思いながらですね、さすが皆さんね、修羅場くぐってるあのおじいさまたちの歌詞です、ね、僕もそのおじいさまの仲間にしましたけれどもね、年取ってくると何とも思わないですね、何があってもね、困ったもんだね、明日から職がないってことも、まあなんとかなるやろうですしね、これだけ今日ねリハーサルしてて、今日誰も人が来んかもしれんねって、うん来んかもしれんねぐらいの感覚でね、で来なかったらそのリハーサルでみんなネタバレしてるのにここで何やるのってのもあるんですけどね、でまあ幸い若き女性が2人、本当無謀にもですね、この7人の本当毒の輩に館にご参加くださいましてありがとうございます。最後生きて帰れればいいなと思ってますけどですね、まあそんなことも含めまして、すみませんね、オリジナル曲なんであまり知ってる曲ないかもしれませんけれども、最後までお付き合いいただければなと思います。でね、そういうことで歌ってないんで、リハビリという4文字あまり使いたくないんですけれども、声が出ないとかギターが弾けないとかですね、一番は地方症が入ってますんで、書いた歌詞を覚えてないから間違えるとあるんですよ。だからそうなったらまあちょっとね、すいませんけれども、まあじいさんしょうがねえなぐらいの感覚で見ていただけると、今後のライブが進めやすくなるかなと思ってます。じゃあせっかくなんでオリジナルという部分でいきますとね、ちゃんと知ってる曲ないかもしれませんけど、もしかしたら唯一知ってる曲これかなっていうのを歌います。4秒ぐらいで終わりますんでね、聞いてください。車高く買います、アラジン、アラジン、優しいな風船のおてんべ、あったかいな風船のおてんべ、優しいってあったかいって素敵だね、おいつでもせいぜい愛でも、こんな曲を歌ってました。せいぜいさん亡くなっちゃったんでね、あれですし、隣は一休さんで、あんまりこの歌たくさんここで歌っておられるかなと思いますけども、まあ、こんな曲も歌いながらですね、今もちょっと新しいクライアントさんから引き合いが来てて、曲作ってる最中なんですけどね、まあ、いつ日の目を見るやらと、声がかかったのが4月だったんですけども、未だもって仕上げてないということはね、先方さんの方で、まあ、何かの稟議書に判子が押されない状態になるのか、言ったもののやっぱやめたになってるのか分かりませんけれどもですね、僕としてみればね、まあ、せっかくなんで茶の間を濁す歌が1曲でも多い方が面白いんでと思いながら、いつ入るのかなと思って待ってるんですけど、もしねそれが来年でも日の目を見ることがあれば、またどこかでお聞きいただけるとありがたいなと思ってます。夏の日ベージュを抜け出して、偶然が二人映してた、ゆっくりと足を止めて、季節は二度回った、よくが綺麗すぎたけど、薬指寂しく光った、幸せと尋ねた僕、やっぱり猫背のまま、恋はただいつも傷つけあって、それはそれでゆらりゆらめいて、思い出
話になったのか。今はまだ言えない、もう少し言えない。風がたまぬれる秋の夜、静かな街に火が灯る。君のフォルムが少しずつ僕から色褪せていく。恋はただ消えゆく影のように切な時をゆらりゆらめいて、もう一度やり直しできるのか。今はまだ若い、もう少しわからない。夏のステージを抜け出した偶然が二人映してた。ゆっくりと足を止めた。季節は二度回った。実は生まれが小倉北区片野なんですよ、小倉球場のすぐ裏なんですけどね、そこが僕の、もともとの出身でございまして、まあ、だから本拠地でライブするのが初めてになるんですけどね。でなかなか三萩の小倉でライブするってことなかったんですけども、僕初めてご縁がありましてライブさせていただきましたので、これを機会にまたね、次面白いことを一緒にやらせていただけるとありがたいなと思っています。レースのカーテンを
を引いたのは君だったね。もしも今すぐ君のところへ飛んで行けても多分僕は君を責めることさえできない。で、まあ、僕もあの大概ライブで一番長い時は30分のライブで2曲しか歌わなかったってこともありましたけどね、他あの全部喋ってるんですよ、グラ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 ですね。でその喋りが面白くてキャーとかで受けると、また次そのじいさんたちってバカだから、あの受けたと思ってですね、その話の方がだんだん長くなってます。だからもうあの持ち時間30分で大体5、6曲用意するじゃないですか。で話が受けると次のライブって話が倍ぐらいなんですね。ちょっと1曲減るんですよ。でここでまた受けるとまた話が長くなって1曲減るんですね。一番ひどい時は本当ね、30分のライブで2曲ってのもありましたし、若松のなんですか、ロックフェスティバルも出た時に米子誠一っていうのが FM のね、あのパーソナリティで一緒に出たんですけど、あいつも喋るんですよ。喋、まあ、もともとの仕事だから。30分のステージで25分喋って1曲5分で終わりですよ。でその間僕ずっと待ってるんですよ。いやこれギター弾く、米子誠一のギタリスト、ギタリストとギター弾くの、いつまで喋って30分なの、もう25分好きだって言ったら、じゃあ曲行きましょうかって言って1曲終わってありがとうございましたって帰るんですね。とんでもねえやつだなと思いながらですね、僕もなんかその辺ちょっと受け継いでるところもあるんで、できるだけ喋り少なくしようと思うんですけど、セミと一緒でね、とにかく耳泣いて泣き終わったら死ぬんですよ。ですから年寄りのたわごとということでね、実はもう少し喋りたくて喋らせてやってください、その死にますからですね。僕も一緒だと思うんですけれども、ね、喋ってるうちに8時になっちゃったんですよ。僕の持ち時間は、ね、7時半から8時なんですけどね、もう1曲だけ歌いますんで、最後の1曲、聴いていただけるとありがたいなと。これか。暗い曲ですけどもね、思い出に煙りますという曲を歌ってラストにしたいと思います。私が初めて愛した人、みんな忘れてしまいたくて、最終列車に悲しみ
街を後にした。窓に映る私の顔は初めて大人の泣くように重なるように二人暮らした街の日が遠くなってゆく。歌を声重ね
星空を突き抜けて、たたえ青い今をこのひとときを Mr.K。 島宮さんがね、定年退職して店を開きたいって、ライブハウスを、奥さん大反対で、ケダル君が亡くなる、半年前からギター始めて、そして亡くなる3日前に、家族で、ライブハウスで演奏してるから、ね、でその時にお母さんが、奥さんがケダル君に、お父さんがね、ライブハウス開きたいって言っとるんだけど、私反対ないよって言ったら、慶太郎君が、いいじゃんそれって、僕を応援するよって、でその言葉で、ライブハウスね、実際に気を始められたというのが、これはもう、Mr.K のホームページに記事が上がってるので、はい、でその山さんがこう言ってリクエストしてくれたんで、もうついでにミスター K 絡みで、島宮さんたちのグループに提供した曲アンタニっていう曲があるんですけど、松戸ブルースバンド、はい、僕らしくない歌です。らしくない歌、松浦さんが歌ってるっていうことをイメージして、
あんたにって言います。それじゃあ、続けて、最近ね、筒さんと、藤島さんはいろいろコラボしてくれてね、ありがとうございます。先週も、
思い起こすは1年前かね、僕がまた伝まろう伝まろうって思ってた時代なんですけど、伝まろうって、ね、で僕が伝まろう伝まろうって言ってもね、もうスルーしてくれて ね、私は伝まろうって聞いてて、なんというか伝まろうのイメージキャラクターできてたんですよ。伝まろうっていう、なんというかあのね、ダイキンのウルルとサララって感じですか。あれマスコット、あれがチタマロっていう感じだったんですよ。でここマロになったよ、マロ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 、チタマロっていう感じで、ある時に、あれはチタロマだっていうこと言ったんですよ。どっちでもいいですよ。最初知ったらね、チさんとね、ミクスタで昨年の今年ね、これまたご一緒させていただきますよ。それで出会って、それからチタロマ、チタマロっていう、当時ね、当時はチタマロ、チタマロでしたけど、でそれでチタマロのライブがあるって言ってね、昭和の時代に行った時にね、河原さんが来られましたよね。そうそう、河原さん来て、駐車場が見つからなくて、そうね、駐車場探して行ったらね、もう一番最後だったんですよ。で席が空いてなくて、一番前のかぶりつき。一番のかぶりつきで、もう飛沫浴び放題の状態で、はい、大変だったんですけどね。その時にそのね、でそれのあのフェイスブックに上げてるんで、明日ですって言って千さんに上げたらね、あの藤島さんという方が夜乳首とかね、誰いけんやろこれとかって思って、それからそれが初めて藤島さんを知った、はい、ありがとうございます。それほど卑猥か、それで周知されてるわ、ね、ぶちかますっていうのがということで、次の歌はですね、私高校が、高校卒業して今年は私はだけ50周年なんですよ。だけど村人さん、ありがとうございます、村人さんが私の高校で言うと先輩の一つ上と二つ上なんですよ。だから3年、私が1年生の時の2年生と3年生が村人さんなんですよ。その時に田中さんは中学校2年ですからね、ガキですよね。ガキとか言われるんですよ、ね、週に一番悪い時です思春期の真っ只中という感じで、でそれで50周年で同窓会のね、文書書けって言われて、それで書いたんですけど、もう3回目なんですよ、みんな書かないんで、でそれでもう句読とかと思って、で50周年引っ掛けてね、思い出が落ち着くところと歌に力を歌詞を上げて、これでページが稼げますよね、字数が。でそれでその説明して、まあ、要するに 50年の思い出、50年の総括、それから今のこの国際情勢のこの混沌とした状態の歌に力を、そして私はこれから、憧れだったシンガーソングライターと名乗るんだと言って、はい、もうシンガーソングライターというのは私から見ると井上陽水とかね、その辺の時代の方なので、シンガーソングライターなんて名乗れないと思ってたんですけど、それこそチタロマのお二人がシンガーソングライターのチタマロ、チサです、藤島ですって、おいそんな感じで言っていいんか、シンガーソングライターとかって。でも曲作って歌ったらシンガーソングライターじゃないですか。でしょ、いいじゃんって、だからもういいじゃんとかと思って、シンガーソングライターの、無印良品です。無印良品、いやいや、はい、思い出が落ち着くと。これ最近藤島さんが歌ってくれてますよね、八カポでね。大好き。八カポはできないので、三カポの A マイルでやってますけど、今日は成長できます。はい、素敵。遥か遠く、いつか遠く。霞ゆく
足を止め思い出す手がかりを探している変わりゆく街並みすれ違うスカート居場所の下宿の後何を思う今この時に振り返り歩き出す今はなお今もなお書き続ける熱い想い伝えたい言葉たち落ち着く場所を探してる言い忘れた言葉が浮かんでは消える机の落書き帳挟まれたクローバー止まった時に今も起き出す思い出に刻まれる愛しき街愛しき瞼に横たえる思い出に横たえる西島バージョンばっかりやってるので超良かった途中のいいですね、はい、つなぎの部分をその成長のコードでやるのを聞いてなかったんでやっぱり間違えましたあーのところめっちゃ、まあ、分からんもんね、はい、あーでも今度藤島さんやるときはあーのところあそこは泣きながらやってください分かりました、はい、あそこでこう感情を込めてね分かりました、はい、泣きでいやもうめっちゃ良かった超かっこよかった、ね、やってくれるんですよこの二人はこの二人はたらもんじゃないですよじゃああの成長の歌に力をすごいね、まだ戦争終わりません1年前にできた曲です、ですみませんあともう歌に力ともう一曲最後やらせてもらいますが歌に力をでも 歌わなくていいかと思ったらまだ終わってないので、その続きを作りました今この時にという曲なんですけどこの前もね先週もやりましたけど歌に力をからですこれ千田さんの大統領へという曲に、インスパイアされてる曲です歌に力を聞こえないため息が私に
届く。生きて生きてと私はつぶやく。届いて欲しい私の歌が。私の思いが力が欲しい。強い力が言葉に力を歌に力を肩を寄せ合う地下室の人。炎に追われて逃げ惑う人。瓦礫の下には愛する人が。言葉をなくした子供たちが叫ぶ。私の歌を届けてほしい。私の思いを力が欲しい。負けない力が愛に力を勇気に歴史を今見てるだけなのかも、ただ見てるだけなのかもしれない。力が欲しい。強い力が言葉に力を歌に力を。スタバージョンをね、ちょっと作ってくれて、で1番は私のバージョン、2番はチサバージョンでやるとですね、時々チサ降りてくるんですよ。時々チサ降りてきて、いらんこと出てくる。釣られたりするんですよ。うんうん、でもう本当自由ですからね。そうです、フリーダム。本当、もうフリーダム、フリーダムチサ。もう合わせないね、もう予定で合わせないね。もう、そう。もう何とかするみたいな。合わせちゃダメ。うん、自由で、本当学んでますと自由で。何でもいいんだって。うるさいです。うるさい。仲いいんだか悪いんだか分からないですよ。ね、でも本当ね、そうね、ね、スタバの二人の歌っちゅうのもあるよね。ね。はい、ではの一番。新しい曲です、歌に力をが歌わなくていいかなと思ったらまだ歌わないといけないということで、
歌に力は全てメジャーコードでできているんですけど、なぜかわかんないんですけど、ちょっとドマイナーでいきます。何を言えばいい、この悲しみの中で何をすればいい、この嘆きの中で青く突き刺さる空、君は見ている。流れているのは何？乾く間もなく柔らかな体、潰されたその前で
ありがとうございました。覚えてないよ。とりあえず行こうか。音覚えてないやろ。茂雄さんって女優さんなんですね。あの金八先生に出たんですかね。誰？ああ、そうかそうかそうそうそう。ごめんごめんごめん。そうなんよ。まあ、どうでもいいんですけど、それがあの60を過ぎて二十歳の嫁さんもらったから。それもそうそうロシア人の。え？ロシア人？そう。子供が可愛かったさ。以上。何の話ですか。なんかの前。なんだろうな。まあでもあれよね。本当お客さんがあの一人もいなくて今日はね演者さんがお客さんになってお客さんが演者さんになるということになるのかなと思ったらあの。そんなに若くない女が2人言うたらいかん正しい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 ごめん、否定はできん、はい、幸い暗いんでねちょうどいいかなと喜んでそこは喜んで、今日の演者さんたちみんな60、ね、さっき栗山君が60歳 で65歳で67歳ですよね。8ですね。8ですか、はい、で私この人は70歳で、私と2人が69歳でめっちゃ若くないですか。若いよ。古希よ。それはまあ無視としてもうすぐ練習もうすぐまああの明後日ですね、敬老の日でお疲れ様です。ありがとうございます。なんかいいことあるんですかね。敬老今ね敬老の日って言わないよね。伊藤先生のサービスはないですよ。話聞いてくれ。敬老の日って言わないのか。老人の日って言うの。そうなんだ。じゃあ老人は敬わないということか。いやそうだよ。老人の日って敬老の日じゃない。敬わない。
ということで、私たちも、もう年なんだから、次なる私たちの楽園はどこになるんだろうと。ちょっとよくない？ちょっとつながったくない？つながったよ。楽園っていうパラダイスというものが。来たよ。これ。藤島さんうるさい。うるさい。君が席を立った時、何度目の終わりに色が白いテーブルに落ちて、それから僕はそこにコーヒーカップを置いた。喫茶店の運動がすぐが小さくなって、そうそれから間もなく静かに日も落ちた。背中合わせの会話、おかえり海に浮かぶ声援が見えるぞ。コロナに3回もかかるようになってね。ちょっと先月かかりましたね、まだね。3回も。あ、先月は本来だか。本当に。長い休み楽しみ。うちの会社で初めてやったんですよ、長い休みが。
全然寝てましたと思う。大変やとね。来月ですね、予定はありません。11月の予定がないでしょうね。このまま終わるんですかね、今年。いや、11月か12月は入ったらいいんじゃない。余裕としても入ったらいいじゃないですか、じゃなくて入ってくださいって言ってください。いやいや、もう入ってください。もう知りません。日にち決めたらいい。日にち今日決めとったらいい。絶対これ言えとったらいい。勝手に言えとったらいい。だってこれほら、YouTube で流れるじゃないですかね。そうなの。一応ね。失敗怖いよね。こうしとこうか。カメラ目線でこうしとこうか。ありがとうございました、本当。長い間。もう終わりです。9時過ぎております。いやいや、全然大丈夫。寝る時間、寝る時間。いやいや、もう本当目が霞んできてね。いつも言うよ。よく覚えとるな。老眼鏡をかけなきゃね。いいわ。本当自由やな。自由やからね、自由にやらない。音楽は自由だ。ちょっと行ってみようか。はい、最終案内というね、曲です。佐野正さん。この曲の話をすればまた、20分ぐらいかかっちゃうんで、じゃあ行きましょう。表示板が君の飛行機を示す。もう25分で君は舞い上がる。引き止めるのならば今しかないよと、壁のデジタル時計がまた一コマ進む。あの頃は止まれとさえ祈った時間を、知らず知らずのしてる。手に持つはベルトコンベアに流れて、思っていたより確かに風は止まろうとしている。今スポーツ
私たちみたいに3人でこうねハモるっていうバンドが少なくなって、これどうみんなそれぞれに、ね、考えるんですか、ハモリの部分って。まあだいたい構成をこの人が作ってそれでねでこういろいろ考えて いこうけですよ、うん、これダメこれダメこれいやこれすかそう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 結局はダメ出しももちろんあるんですこうした方がいいやないこうした方がいいやないって言って、まあ最終的にはみんなで決めるんですよ。でも曲によってはね、もう頭からケツまで全部作る時もあるね。こうやってこうやってこうやって歌ってとか、ね。それ口移しですか？口移し。だいたいあの三部した音を主線が分かったら下と上やからだいたい分かるんですよ。音はもうすぐ出てくるんですよ。頭から口移し。こうしたら出てくるね。何回も歌って気がするんです。そうそう感じの、はい、でも口移しですよね。ちょっとそれもいいけどコロコロ変えるんですよ金がね。そうなんよ。これで決まったな増えたなと思ったらこうしようかとかで今日は朝昼から練習しようってもう変わったもんね。一曲の歌が変わってもちょっと落ち込んでた。頭の中で考えるのとね実際に声に出して考える違うんですよ。あこっちの方がいいな向上心というのか、わからんのか。いや、向上心よりも年が、もう覚えきらんねえ。そう、覚えきらんねえ。覚えきらんねえ。やっと、私のソロボーカルが。これまたね、プロの人に作ってもらって、時代を感じさせますけどね、愛のアルバムというねタイトルだけで時代を感じさせますよろしいか、はい全てのペース
さえ死ぬべに乗り入れてしまって全てのページは焦ってしまって今は過ぎてゆく季節も忘れていけ私のボーカルがね少ないんですよ。いやあのあれよもうなぜかという時代の流れよこれ。どういう意味か。それはね。いやじゃあそうだね。キーが違うんですよ、ね。いやあの私の上をハモる人はいないんですよ。裏裏やろ。裏裏になっちゃうよね。裏声を出すね。抜けるんです。ほほーって結局はあの僕が一番高い音を出さないといけなくなって昔は一番低かったんですよ。そうなの。そう昔はね。でもねあの私は真ん中の声なんやけど下の声が私いいんですよ。でこの人はね声が硬いのよ。だから下の声出すと全然ハモリは悪いんだね。この人の声が悪いっていうよね俺は。難しいところなんですよ。顔は高いですけどね。顔はね、あのただただ可愛い方、歌い方が可愛いだけ。あとは何もない。めっちゃディスる。可愛く歌うでしょ。俺たちはできることだもん。できるよ。だけど今ねアイバムって言ったでしょ。僕太く歌うとこないんですよ。声が合わない。そのくせにさ。あれ歌うよね。黄昏のビギンとかね。あとほらウイスキーを。ウイスキーが好き。この人歌うのよ。聞きたい。触りだけ歌う。聞きたい聞きたい。まだ覚えてる。ちょっとこれはこれや。ここだけやけどね、今練習しようと一緒にね。そのうちに出します。じゃあ、ありがとうございました。止まったよね、時間が私たち3人が大好きな曲を今から歌います。違うやない。間違うだ。
もうまくゆかない。そんな一日の終わりにはあなたに会いたくなるのです。曲を用意しておりますので、はい、その辺のことよろしくお願いします。そんな拍手でやめようと思います。ほら、あなただけよ。違うことを行こうとしてる。なんでしたのかなと思ったよね。色黒いね。ね、パンさん日焼けしましたよね。これは酒やだけど。日焼けしたのかなと思って。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を迎えください。なんとなく寂しくて時計の音だけが響いてる。楽しいはずのこのひとときが僕はなんとなくたまらない。なぜなんだろうと ありがとうございました。